YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、本日はですね、皆さんにお得な情報をお教えしたいと思います。以前湖池屋のですね、プライドポテトという商品を紹介したんですけども、僕が食べた味が松茸香る極みだし塩という味なんですね。ものすごく美味しくて、で以前販売されてて、販売中止になっちゃったものが再販したっていうのを紹介したんですね。で、あと2種類あるんですよ。で、それが秘伝濃厚海苔塩というものと魅惑の炙り和牛という2種類があるんですね。現在もですね、なかなかお店で手に入らないのがこの炙り和牛の方なんですよ。食べたことある人に聞くと、和牛めっちゃ美味しいよって、で食べてみてって言うんですよ。だから僕もね、探してるんですけど全然ないんですね。ほんと店頭には全然置いてなくて、あーすごい人気なんだなっていうのをすごい肌で感じました。そんな中、皆さん朗報でございます。現在ですね、au ショップでキャンペーンをやっておりまして、全国の au ショップで、まあ簡単なアンケートやね、こうミニゲームなどをやると商品でですね、そのプライドポテト、まあちょっと特別なパッケージなんですけど、のこの3種類のうち1つがもらえるわけなんですよ。で、今回私なんと入手いたしました。じゃじゃーん、これね、ほらちょっとね、小さいんですよ。通常のものよりは何グラムなんだろう、25グラムでちょっと小さめになってるんですね。で、ここ見てもいただくと、サンタロープライドポテト、ただね、味は一緒でしょね、魅惑の炙り和牛ということで、au のね、CM でこのサンタローやってるじゃないですか。で、それにかけて、味が3つあるうちで、これは今、金太郎のやつなんですね。で、海苔塩のやつが、浦って書いてあって、浦島太郎のやつ。で、松茸香の松のやつが、桃太郎の桃って書いてあるやつなんですよ。で、今回、この金太郎の炙り和牛味手に入れたんでね。味は一緒なんでね、これをちょっと食べてみたいと思います。いやー、楽しみね。ほんとにね、全然ないから、ほんとに。あ、すごい。牛の匂いがね、牛の匂いがする。牛の匂いって何ていうの、あと胡椒、すごい、あーいい匂い。はい、じゃん、1枚ね、こうやってやるとこうするかな。で、塩が、塩じゃねえ、胡椒がすごい効いてますね、これ。いただきます。うん、すごい、何これ、お醤油だね。うん、醤油の風味と、で、この胡椒かな、ビーフエキスパウダー、本当にビーフの感じがすごい出てる。めっちゃ美味しい。これね、前回の松茸のやつよりもおつまみにすごい最適、これ。うん、これ美味しいわ。これね、止まらなくなる。お店で売り切れになってるのがね、仕方ない。めっちゃうまい。しかもこれ小さめだから、小腹空いた時にちょうどいいんですよ。はい、こちら魅惑の炙り和牛ということで、本当に美味しいですこれ。ね、食べたことない方はね、お近くの au ショップぜひ行ってみて、まあ、アンケートなどお答えする必要はあるんですけども、ちょっとね、挑戦してみてください。ただしね、これ味は選べないので、運です。本当に運で手に入れるしかないです。期間もですね、4月の27日から5月の21日までっていう限定なので、本当にね、これ数もな、多分限りがあると思いますので、お近くに au ショップある方、急いで行ってみてください。もしかしたらね、これが最後のチャンスかもしれない。お店ではほんと売ってないから、いくら探してもないです。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いやね、なんだろう、別にただね、お菓子がもらえますよってだけだったら僕もやりませんよ。ただこれだから、めっちゃうまいし、物がないっていう、食べたことない、食べたいっていうやつだったから、もうやったわけなんです。これはタダで手に入りますからね、皆さんもね、ぜひぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そんじゃあね。